こんにちは。今回は憲法9条に基づく国際貢献とは何かということを身をもって体現した一人の男の物語です。彼の名前は中村哲。中村哲についてはこの動画で紹介しきれないほどたくさんの功績やエピソードがあることは皆様もご承知の通りです。そこで中村哲とはどんな人物だったのか、生い立ちや医師になる動機、これまであまり知られていないその半世紀を中心に話を進めていきますので、最後までご視聴ください。中村哲は1946年9月15日に現在の福岡市博多区片粕にあたる旧三笠町で生まれました。生後2年後に母の実家がある北九州市若松区に移住し、6歳までそこで過ごしました。中村哲の父は母の実家である玉井組という石炭積み出し業を手伝い、同時に沖中市を組織する中村組という経営をしていました。ここでいう沖中市とは、港で船の荷物の積み下ろしを行う人々のことで、ゴンゾーとも言われ港湾労働者です。沖中市のほとんどが酒と博打と女と喧嘩によって仁義や任侠を売り物にする一種のヤクザみたいな人が中村組を出入りしていました。当時の若松の石炭積み出し作業は石炭貨物船に乗り込む縄張り争いが激しく、小生隊の中村組はいつも後陣を拝していました。だから中村哲の家庭は経済的に豊かではなかったようですが、彼は母の姉がいる玉井家に時々遊びに行っていました。玉井家は芥川賞作家である日野足平の生家でもあります。中村哲の母は足平の母万の次女にあたり、これにより足平は中村哲の母方の叔父に位置づけられます。中村哲は玉井家で、祖父にあたる玉井金五郎は玉井組を率いる若松一の親分として名が知れていました。おじいちゃんでもある玉井金五郎も、またおばあちゃんの万も、足平の小説花と竜に出てくる実在の人物です。だから中村哲の体にはですね、侠客の血が流れていたんですよ。本来の侠客は強気をくじき弱気を助けるというわけですから、支援活動を進んですることは運命づけられていたかもしれませんね。祖母万も若い時からゴンゾーに混じって働いていましたから、男勝りの性格であったけども、根は優しく中村哲を大変可愛がってくれました。そして叔父である日野足平も文筆仕事の合間を縫って彼を可愛がってくれて、いろいろな話を聞かせてもらったそうです。祖母の万は玄関がよく見える座敷に座って、キセルを吹かし荒れくれた男たちに仕事の段取りを命じていました。沖中氏たちには朝鮮半島出身者も多くて、世間から差別を受けていましたが、万おばあちゃんは差別をすることなく平等に扱っていました。万は何度も差別は絶対にしてはいけないことを中村哲にも言い聞かせていました。中村哲はおばあちゃんから人が生きる上で大切なことを教えられたのです。それは弱い者は進んでかばうこと、どんな仕事も同じように尊いのだ、決して肌の色や職業で人を差別してはいけない、小さな生き物の命も大切にしないとダメだぞ、ということの教えが支援活動へ結びつきます。6歳から福岡県古賀市に移り住み、古賀西小学校で学び、小学校3年生の頃から昆虫採集に興味を持ち、夏休みには友人たちと近くの城の山や立花山などに出かけて昆虫を追っかけていました。幼年の頃まで体が弱かったのですが、この山歩きをしたおかげで丈夫な足腰と健康な体ができていくようになったのです。またあらゆる種類の昆虫採集において、小さな体に秘められた命や知恵に惹かれ、愛情を持つようになり、観察力も養われていきました。小学校を卒業すると福岡市早良区桃地浜にある私立西南中学校へ進み、キリスト教に基づいた教育を学びました。西南学院中学校在学中に日本バプテスト連盟霞ヶ丘バプテスト教会、当時は華士伝道所で、ホートン宣教師より洗礼を受けクリスチャンとなったのです。当時の霞ヶ丘教会はまだバプテスマが行われたことがなく、教会にとって中村哲は最初期の生え抜き教会員だったそうです。キリスト教の洗礼を受けたのは彼の人生にとって大きな転機だったようですね。キリスト教で大切にされる隣人を愛せよや、
他人のために尽くせという考え方が彼の心にしっかりと根付いたんだと思います。洗礼っていうのはね、キリスト教の世界に正式にこんにちはという儀式みたいなものです。これを機に彼は信仰心を深め、日々の行動にキリスト教のいいところを取り入れていったんでしょうね。そしてこの心の持ち方が彼の素晴らしい活動につながっていくわけです。医療や教育の支援はただの仕事を超えた人々への深い愛と奉仕の精神から生まれたものでした。彼が現地の人たちの生活を良くしようと頑張ったのはまさにキリスト教の教えが背中を押していたんですね。彼の話は信じる力がいかに人生を豊かにし、周りの人々にも喜びをもたらすかの素晴らしい例でした。中村哲は若い頃、昆虫への情熱を持ち続けていたんですね。福岡県の進学校である県立福岡高校を経て、九州大学医学部に進学したことは、彼の人生の大きな転機の一つでした。でも実はですね、彼の心の中には、まだ昆虫研究の夢がくすぶっていたんですよ。その夢を再び燃え上がらせたのが九州大学の城津隆教授が書いた原色日本鳥類図鑑という本でした。この本に触発されて、彼は城津教授がいる九州大学農学部への進学を密かに望むようになりました。しかし当時はまだ高校や大学に進学する人が少なく、特に昆虫研究なんて夢を持つのはもう珍しいことだったでしょうから。さらに彼の父親は気性が激しく、このような夢を父親に相談することは大きな反対に遭うことはもう予想されていましたから、そこでね、彼は賢くも自分の夢を少し脇に置いて、世のため人のためになる仕事をしたいという思いを父に伝え、医者になりたいと相談しました。これが父親の心を動かし、彼の九州大学医学部進学という夢の実現への道を開いたんです。こうして彼は昆虫研究という初めの夢を一時は諦めたものの、それが後に人々のために尽くすという別の形での夢へとつながっていったんですね。人生って思いがけない方法で夢が実現するものなんだと彼の話を聞いていると感じました。1973年に九州大学医学部の精神科を卒業した中村哲は、その後佐賀県の国立肥前療養所で精神神経科医として働き始めました。その後も福岡市内の病院で勤務を続けます。精神科医としての仕事は、うつ病や不安症、パニック障害など多岐にわたる精神的な病気の診療を行います。彼が精神科を選んだ理由は、人と話すときに顔が赤くなる、特に女性と話すと表情が硬くなり緊張してしまう自身の経験からでした。大学を卒業する頃にはこれらの症状は改善されていましたが、精神科での仕事が彼の想像以上に厳しいものであることも実感していました。精神科治療の基本は、患者さんの話にじっくりと耳を傾け共感することです。彼はこの大切な仕事に一生懸命取り組みましたが、医師としての悩みも抱えていました。特に日本で医学が発達し延命治療が可能になった時代の到来は、多くの医師にとって新たな課題をもたらしました。以前では助からなかった重症の患者さんを薬や手術で長く生きさせることができるようになりましたが、それは同時に医師たちを倫理的なジレンマに陥れました。助ける見込みが少ない、自力で呼吸もできない患者さんに人工呼吸器をつけて命を延ばすべきかどうかという難しい選択を迫られるようになったのです。彼もそんな医師の一人でした。治療の進歩は多くの命を救う一方で、どこまでが患者さんのためになるのか、医師としてどうあるべきかを常に考えさせられるようになりました。1978年、彼は海外登山隊に同行する医師としての仕事を受けることになりますが、この旅が彼の人生にとって大きな転機となります。登山中、村を通るたびに病院も医者もいない村から、彼のもとには病気や怪我をした子供やお年寄りを連れた村人たちが訪れました。彼はできる限り多くの人を診察しましたが、登山を続けなければならない状況で全ての人を助けきれなかった無念さを感じていました。この経験は彼に強い印象を残し、日本に帰国した後も心に残り続けました。このあたりから
彼の壮大な歯車が動き出すこととなります。というわけで、中村哲医師の半生を振り返りました。彼の人生は短かったけれども、その短い時間の中に込められた強い決意と人類への深い愛は、教訓とともに私たちの心に残り続けるでしょう。この動画のように歴史やその背後にある興味深い話題を提供することを目指しています。次回の動画では歴史のもう一面を深掘りしますので、ぜひともチャンネル登録をしてください。チャンネルを登録することで最新の動画やさらに魅力的な情報をお届けすることができます。これからも楽しんでいただけるコンテンツをお届けするため、どうぞよろしくお願いします。最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。